こんにちは、よしゆきです。動画を見ていただきありがとうございます。これから TikTok を始めようと思っていませんか？ TikTok は中国発の SNS サービスで、2017年に日本でサービスを開始した動画を楽しむことができるプラットフォームです。そんな TikTok の利用者は10代から30代が多く、若者は使うのが当たり前となっている風潮がありますよね。だからこそ今から TikTok を始めるのは遅いのではないか、いや今更人に使い方を聞くのは恥ずかしいと感じる方もいらっしゃると思います。そこでこの動画では TikTok の始め方から使い方までをご紹介していきます。この動画を見るだけで TikTok の基本的な使い方を誰にも聞かなくていいようになる内容なので、ぜひ最後までご覧ください。まずなんですけども、 TikTok を始める上でこの TikTok のアプリをダウンロードして、そこからアカウントを作成しましょう。 TikTok でアカウントを作成する方法はこちらの通りとなります。 1. 登録をタップ。 2. 電話番号またはメールで登録をタップして入力。 3. パスワードを設定。 4. 生年月日を記入。 5. ニックネームを作成。以上でアカウントを作ることができます。またアカウントを作る際に Google や LINE などの情報を使うことで、生年月日からの記入から始めることができ、簡単にアカウントを作成することもできます。多くの方は Google や LINE を使っていると思いますので、このアカウントをもとに TikTok のアカウントを作成してみてください。はい、これで TikTok のアカウントが作成し終わったと思いますが、アカウントを作成し終わるとこのような画面になったと思います。 TikTok では基本的にこの画面下部のこのボタンを押すことで様々な機能を使うことができます。それではこの画面下部のアイコン別にその使える機能をご紹介していきます。まずはこちらレコメンドです。レコメンドはこの通り人の投稿を見ることができるページです。画面上部にはこのフォロー中とおすすめ、こちらを切り替えることができたり、右上のアイコンをタップすることで動画とかを探すことができます。またこちら画面の左上、このライブというボタンを押すと TikTok ライブの配信を見ることができます。そしてこの動画の右にあるアイコンをタップすることで様々なアクションをすることができます。現在はまあ僕の動画を流してるんですけども、この投稿している人のアイコンをタップすることでフォローすることができます。そしていいね、コメント、ブックマークも行うことができます。また動画を1回タップするとこのように再生もしくは停止をすることができ、2回タップするとこのようにいいねすることもできます。それでは次にこちら友達をご紹介していきます。友達では友達やフォローしている人の投稿を見ることができます。友達の探し方はこの画面右上のこのアイコンをタップ、そしてまあ Facebook だったりとか、あとこの連絡先から友達を追加することができます。まあ基本的な機能としては先ほどのレコメンドと一緒ですが、親しい人だけの動画を見たい場合はこちらの友達のアイコンを開くようにしましょう。そして次にこちらメッセージをご紹介します。メッセージではいいねやコメントなど動画へのアクションやおすすめのアカウントを表示してくれます。またこちら画面上部にあるアカウントをタップすることで投稿されているストーリーズを見ることができます。そしてこの画面右上にあるこのプラスボタンのアイコンをタップするとチャット機能を使うことができます。特定のアカウントと連絡したい場合はこのチャット機能を活用してください。そして次にこちらプロフィールをご紹介します。プロフィールでは自分のアカウント内容や投稿を確認、またプロフィールの編集などを行うことができます。プロフィールではこのように一つ外部のリンクを挿入することができます。またこの画面中央にあるアイコンをタップすることで、こちらでは非表示している投稿、そしてこちらではブックマークしている投稿、そしてこちらではいいねした投稿を見ることができます。そしてこちら画面右上のこのアイコンをタップすると、まあ、SNS でおなじみの設定の変更だったりとか、あと自分の QR コードを出すなどのことができます。そして先ほど押したこのボタンの横は自分のアカウントに訪れた人を確認することができます。最後にこちらプロフィールの右上のこのアイコンをタップするとポイントを確認することができます。友達を紹介することでポイントを獲得できて、貯めたポイントでこのような商品と交換することができます。以上が TikTok の基本的な使い方となります。ここまで TikTok の基本的な使い方をご紹介しましたが、ここからは TikTok で投稿する方法をご紹介します。といっても TikTok での投稿は主に3つの方法があります。1つ目に通常の投稿、2つ目にライブ、そして3つ目にストーリーズ、この3つを順番に解説していきます。
まず通常投稿です。通常投稿はこのプラスのボタンを押すか、もしくはこの自分のアイコンのプラスボタンをタップします。 TikTok ではショート動画を投稿するのが一般的ですが、最近は最大10分までの動画を投稿することができますし、他にも写真、このようにテキストを作ってそのまま投稿することもできます。投稿自体はこのボタンを押すことで撮影することができます。写真の場合もこちらのボタンを押すことで写真を撮ることができます。そしてそのまま投稿することができます。もし投稿用のデータがある場合に関してはこちらのアップロード、こちらをタップすることで投稿に使うことができます。そしてこの右上にあるアイコンで様々な設定をすることができます。こちらは動画の速度を調整するところです。そしてマイク、こちらは音声を収録することができます。そしてフィルター、こちらは映像や画像の色合いを変更することができます。他にもメイク、カウントダウン、フラッシュなどがあります。あとこの画面上部の楽曲を選ぶというボタンを押すと動画内で流せる曲を選択することができます。これらの操作が終わったらこの次にを押すとキャプションの画面に移動します。ここでは動画の説明を記入することができます。説明以外にもこのハッシュタグやメンションなど SNS でおなじみの機能を使うことができます。そしてこのキャプションを書き終えるとユーザーや位置情報を追加できたり、リンクの追加、そしてこちらは動画の公開範囲を変更することができます。これらの設定をしてこの投稿ボタンを押すと投稿することができます。ちなみになんですけども、画像を投稿する場合このカメラからこの1個横このテンプレートをタップすると好きなフォーマットを選ぶことができます。まあ、フォーマットによってこの使える画像の数っていうのは変わるんですけども、では例えばこちらを使ってみます。そうするとこのように1枚の画像が、まあ、めちゃくちゃなんか動画っぽくなりましたよね。このように写真を投稿する場合はこのテンプレートを使うことをお勧めします。そして次にライブについてご紹介します。 TikTok では18歳以上でTikTok が定める基準を満たすとライブ配信をすることができます。基準は明確に発表していませんが、一定のフォロワー数の獲得が条件になっている可能性が高いとされています。そんなライブのやり方はこのプラスボタンからライブを選択することでライブ配信をすることができるそうです。このあたりは実際にライブ配信ができるようになったら詳しく解説します。そして次にストーリーズについて解説します。ストーリーズはインスタグラムと同じように24時間だけ見ることができる投稿です。ストーリーズの投稿方法は先ほどご紹介した通常動画と同じ操作で行うことができます。そしてこの投稿が終わったらこの次へではなくてこのあなたのストーリーズっていうボタンを押すことでストーリーズを投稿することができます。ここまで TikTok の使い方や投稿の方法をご紹介しましたが、最後に TikTok の収益化についてご紹介します。 TikTok ではクリエイティビティプログラムベータという一定の条件を達成することで動画の視聴回数に応じて報酬がもらえる制度があります。このプログラムを使う上で必要な条件はこちらの通りとなります。1万人以上のフォロワーの獲得、18歳以上、1分以上の動画を投稿している、過去30日間に動画が10万回再生されている、ガイドラインに準拠している。まあ、これらの条件を見て、まあ、再生回数や、まあ、フォロワーの獲得って、まあ、難しいと思いますよね。ただ、まあ、TikTok では TikTok ライブで視聴者からの投げ銭やライブサブスプリクションという月額サービスでユーザーから直接収益を得る方法もあります。こちらはクリエイティビティプログラムベータよりも緩い条件で使える機能となります。また企業案件や外部のアフィリエイトリンクに誘導するなど収益化する方法は結構豊富にあります。なので、まあ、副業もやってみようかなって思ってる方に関しては TikTok での動画投稿を頑張ってみてください。今回は TikTok の使い方についてご紹介してきました。 TikTok のユーザーは年々増加しており、故に質の高い動画も増えて視聴数だけでも面白い SNS となっています。またこの動画でもご紹介した通り、動画投稿を頑張ったら収益化することもできます。まあ、もちろんガイドラインに違反しなければ好きに動画を投稿することもできるので、さまざまな用途で動画投稿も楽しめていけると思います。なのでこの動画を見て TikTok をうまく活用していただければなと思います。このチャンネルではコスパのいいアイテムや生活が便利になるアプリなどガジェットに関する情報を発信しておりますので、チャンネル登録していただきますと動画投稿の励みになります。またブログサイトでは YouTube で発信しない内容も投稿しておりますので、ぜひご覧ください。次回の動画でお会いしましょう。それでは。